なかったのですが、私はそのような特別処置はいかがなものかと。プライド第一王子はまだわがままが過ぎるご様子であると。ええ、残念方を補佐するのが我々の仕事ですから。ジルベール、実はだいぶ肩身の狭い思いをされておりまして、庶民の出とはいえ陰でステイル様に嫌がらせを。何を大嘘ばかり。女王陛下にも気がついていただけると良いのですが。そう、特殊能力申請。許せない。上や母上に言って。いや、ダメだ。今の僕が、はあ、けなげに見えるだけじゃ意味がない。誰、人の心や術を手に入れて、ジルベールよりも信頼を勝ち得なければ、皆様や母上に好かれるだけじゃ意味がない。国民すべてに好かれるよ。私も父上も母上もあなたにしているわ。プライドが命の限り、僕や母、僕は僕の一生をかけて彼女、薄汚い、これは決意じゃない、誓いだ。アイディのためにある。彼女以外の誰かが女王になる。その誕生祭であなたに会えるのをプライドもステイルも楽しみにしている。もう緊張しているの？はい、とっても。おことを好いてくれるでしょうか。ハブです、僕がついております。ありがとうステイル、心強い。その先ほどは言い損ねましたが、とてもありがとうステイ今日はティアラ様のお披露目と同時にちょっとなったお披露目でもあります。どうぞ胸をお張りください。プライド第一王女殿下、ステイル第一王子殿下のおなり。久しぶりね、プライド。愛しい我が娘。母上、いいです。王族の一員にしていただけたこと、心より光栄に。プライド第一王女の補佐として尽力させていただきます。アルバート王妃殿下、ティアラ第二王女殿下の。アイビー、乙女ゲーム君と一筋の光をの主人公、10年後に犯す大罪、それを収束させてくれるのが攻略対象者。あの子は私の妹は君の唯一の光。少しモヤモヤしてる。これはきっとやきもちだって。ティアラは可愛くてふわふわしていて、母上にそっくりで。私は絶対にいじめない、いじめない、絶対に。この子がお前たちの妹、ティアラだ。ロイヤルアイビーよ、これからよろしくね、愛しい我が妹。お会いできて嬉しいです、お姉様。渡って主人公に好感が持てる、マジ天心と評されるだけある。ティアラ、君の兄になれたことを光栄に思うよ。少女は母上や父上と同じく素晴らしいお方だ。力になれるように力を尽くそう。はい、お兄。そうか、私たちの家族として以上の関係を。私をありがとうステイル。三人でこの国を、民を、守っていきましょうね。プライド様万歳。プライド第一。これは、を決して忘れてはいけませんよ。プライドは、一月前、王なる者の特殊能力である予知の、私の後を継ぐ、次代の女王となるでしょう。
イビーを第一王位継承者と認めます。あなた様の立ち振る舞いには皆が心を奪われました。初めてとは思えない素晴らしい佇まいでした。惜しいです。きっとプライド様同様の女王と。失礼ながら惜しいと